ちょうど7年前の明るい完全に無風状態の春の日のこと、私は国立図書館の地図部門に置かれた地球儀場に、ガンジス島という名の私の知らない島を発見した。ガンジスという聞き慣れた名前とその珍しい位置に興味をそそられて調べてみると、北緯31度。 東京154度付近に岩礁が2回、さらに陸地が4回目撃されたこと。しかしながら、これに該当する島の存在は各方面からたびたび疑問視され、1933年6月27日に日本の水路学者一行が詳しい調査を行った結果、 ガンジス島の消滅を公式に発表したこと、そして、世界はその消失に取り立てて注意を払わなかったことが明らかになった。実際、古い地図には無数の幽霊島が記されている。地図が正確になればなるほど、そして、未探索の領域がわずかになればなるほど、航海者たちはますます、 それらの島を目撃したと信じ込んだ。残された最後の空白部分に興味をかきたてられ、塩辛い飲み水、宇治の湧いたパン、硬い塩漬け肉に嫌気がさし、陸地と名声を喉から手が出るほど渇望した。何の事件もない単調な毎日に、発見を散りばめるために、 公開に出てから15日目のこと、船は目標とする航路から大きくそれ、酒造管理人の日記から伺えるように、日頃から特に馬の健康に気を配っていたクック船長は、残り少なくなってきた干し草を節約するため、南太平洋の島に住まわせる予定だった羊のうち、8頭を屠殺するよう命じた。ところが、 その肉の一部が調理する前に士官食堂から消えた。盗みはこれまでにもたびたびあったが、ここで彼の勘認袋の尾が切れた。船長は不服従と裏切りの匂い。そればかりか。犯人がわかるまで船長が全乗組員に支給される肉の量を減らさせ、 船員たちがその粗末な食事に手をつけることを拒否すると、反乱の匂いまで嗅ぎつけた。ギラギラと照りつける日差しの下発火寸前のマッチのような言葉が投げつけられた。クックは自弾打を踏んでわめき散らした。背の高い、孤独な姿。有料に変わって今や不信感が彼の心を蝕み、 年老いた独裁者のイメージへと変わっていった。私は地球の内部の力に思いを馳せずにいられなかった。その力が作用しているところでは、隆起と沈行、交流と衰退という太古の循環が短縮される。島々が現れ、また沈んでいく。ある日、 万外野島を海底から海面上へ押し上げたのは海洋自身の力だった。ほとんど音もなく、巨大な波の灰色の影が水平線から押し寄せ、たった一度の大波で全てを飲み込んだに違いない。そして翌日、そう私は想像する。島があったその場所には、 ただ死んだ木々だけが、鏡のように滑らかな海面を漂っていたのではないか。 外では雨が降り始めていた湿っぽいこの北の井戸にしては暖かいモンスーンだった